勝を逃した鹿島遠藤、悔しさをかみしめるも川崎におめでとうって言いたい明治安田生命 J1 リーグ最終節が12月2日に行われヤマハスタジアムではジュビロ岩田と鹿島アントラーズが対戦した試合は0の0の引き分け鹿島は最後の最後で首位の座を明け渡すこととなった試合後 鹿島ミッドフィルダー遠藤康が胸の内を明かした。J1 第33節を終えて首位に立っていた鹿島は、この試合で勝利を収めれば文句なしの優勝だった。しかし、結果はスコアレスドロー。高い場で勝利を収めた川崎フロンターレに優勝を譲ることとなった。遠藤は、悔しいですけど、まず川崎フロンターレに僕は、 おめでとうって言いたいですと話し、でも、この悔しさを来年に向けて、みんなでまた、次は勝ちたいなと思いますと続けた。記者から、勝負強さを出せなかった理由を問われると、遠藤は、チーム全体が、そういう雰囲気に持っていけなかったと答え、今回の試合は、キャプテンマークをつけさせてもらって、 そこで勝負強さを出せなかったのは自分の力不足でした得いた鹿島は J1 第33節の柏レイソル戦でも勝てば優勝が決まっていたが、その試合もスコアレスドローだった。優勝へのプレッシャーがあったのかと質問されると、プレッシャーはもちろんありますと答え、以下のように続けた。でも、うちらの仕事はプレッシャーの中で、 いいいかにいいプレーをできるか勝利をみんなに届けられるかだと思ってますし鹿島アントラーズにいたらそれを常に背負ってやってるものなのでその勝ち続けなければいけない使命の中勝てなかったのは本当に悔しいですジュビロの守備には手こずりましたけどそこで点を取れないうちらの弱さもやっぱりあったそこは来年に向けてまたしっかりやっていきたい